どうもこんにちは、デミコです。ん、おかしい。どうもこんにちは、デミコです。はい、ですね、今日は何の動画を撮ってるかと言いますとですね、いや本当昼間撮りたかったんだけどね、ちょっといろいろやってて撮れなかった、まあ、夜になっちゃったんですけど撮りますわね、撮ります。はい、ですね、今日は何をやるかと言いますと、なんかまた肩のがえらい並んでるやんっていう話ですよね。えらい並んでる、どういうことっていうことなんですけど、ですね、先日ケイトヤさんの方で予約販売という形ではありましたが、皆様にね、いろいろ前職出ますよということでね、お伝えして、でそれでかなりの方がご購入いただけたかと思うんですけれども、その際に過度な50総選挙って何ぞやっていう話でね、まあその話はねご説明したかと思うんですけど、まあ要は、皆様がご購入していただいた結果、どういった糸がね、100色以上あるわけですから、どういった色が人気なのかっていうのから上位10位まで選ばしてもらって、まあ抽出って言いますかね、出して、そして私がさらに5色足してケイトヤさんでカトナの常時販売が始まりますっていうことですね。イエーイ。あ、そうです、はい、宣伝です、はい、宣伝、はい、でね、なので色はまんべんなくっていうことじゃなくてね、君たち、まあ私のせいかもしれませんけどね、君たちなんだかんだ言って全色あってね、どんな色でも選べたのに、何ですかみんな、ババ臭い色ババ臭いって言っちゃいけませんな、渋い色に結構色が偏りまして、ですね、私もねここまで偏ると思ってなかったんですけど、まあでもそれが人気色っていうことでね、私がよく使うからそうなっちゃうんだろうとは思うんですけど、それに加えてね、このベースの色、これを全部合わせてね、こっちは 100g でっかいやつよ、ね、こっち 50g なので 100g が3色 50g が15色展開ということで、明日からです、明日午後の3時からケイト屋さんの方でね、常時販売が始まりますよということでございます。はい、でまあ散々ね、まあここ、2ヶ月ぐらいですかね、まあいろんな形で私のそのなんだ、じゃあミニラグだったりね、パターンのやつだったりとか、あとそのカトナ50総選挙っていうのもあったし、福袋もあったし、皆さんいろんな形でねカトナを手に入れられたかと思うんですけれども、まあこれで常時販売が始まりますよということで、でまたね、でもね色がね君たち偏ってるよね、偏ってる、だからね私もね、いやね、デミコにねもう5色選んでくださいっていう話が来たわけですよね。で10色は上位10位ですわ言ったらね、で私5色選んでくださいっていうことで来たんですけど、まあ難しかった、選ぶのが本当難しかった。まあでもね、ちょっとね、どんな色があるのかっていうのをね、今ここでちょっとずつ紹介していこうかっていう話なんですけど、まあ、ここに置いてあるんですよ、置いてあるんですけど、まあね、ほらこういう動画撮らなきゃっていうことで急遽私パリに行ってこの色をねちょっと買ってきたわけなんですけど、まずじゃあ紹介させていただきます。 100g の方からですね、まずは黒ですね、この111番じゃねえ、110番、はい、110番の黒ね、 100g、 これ黒ですよ、ベース私も よく使います。はい、こちら黒と、では違う、むっちゃ使う105番っていうこのブライダルなんとかっちゅう105番のちょっと何つったらいいんだろうな、まあ生成りって言ったらいいのかな、オフホワイト中華で、こちらがなんだっけ、なんとかレース、ちょっと待って色調べるわ、ちょっと待っててね、ちょっと待ってて、色を正しく言った方がいいからね、も私もさほらすぐね名前全部覚えきってないからね、言ったらね、はい、ということでね、正しい色をねお伝えしていこうと思うんですけどね、その方が全然いいからね、このじゃあ最初からやり直すよ。はい、というわけで片っ端からね色をね見ていこうと思いますよね。
はい、見ていきましょう。はい、じゃあまずはこの 100g の方からね、3つなんですけど、はい、100g、 まずこちら黒ですね。110番、これがジェットブラックっていうお色です。はい、こちらがございますね、まずね。で、次、これ、むっちゃ私が使うやつ。これはね、105番、なんちゅう名前？もう正しく見ていくよ、今日はね。はい。105番、ブライダルホワイトっていうお色でございます。ブライダルホワイト。ね。ブライダルホワイトですよ。はい。で、こちらがオールドレースとかって言ったかな？ 130 番、オールドレース。はい。この3色です。ベースの色。この 100g のやつ。100g の糸はもう1種類、まあ、チロチロがあったと思うんですよ。で、こちらの方はね、全く買う人がおそらくいなかったんでしょうな。人気ないということで、まあ、チロチロはね。うん。なので、外れました。はい。まあ、チロチロはね、ちょっと待ってね。まあ、チロチロは、マッチロチロはね、106番のスノーホワイトってのがあったんですけど、まあそちらはない、真っ白ですからね、ないということで、一応だから白はこの2色ですね、2色。105番の、ブライダルホワイトと、私がいつも使ってるやつね。で、こちら130番、ちょっと、もっと、なんつうの、これ。オフホワイトっていう感じか？ 130 番のこのオールドレースっていうね、この3色展開で 100g の方は、置いていただけるということでございます。じゃあちょっと見ていきましょうかね。じゃあどれが人気色だったのかっていうのをちょっと見ていきたいと思いますよ。はい、まずはじゃあどっから行こうかな。濃い色からいきますかね。濃い色からいきますよ。はい、こちらですね。387万ね、これ私よく使うね、ちょこちょこ使うね、これダークオリーブですね。ダークオリーブという色が10位内に。あ、10不動でございます。はい。何が1番とか全然私わかんないんで、ただ10色、皆さんが、人気色でっていうことで選んだ色で人気色だったっつのをね、ちょっとお伝えしていきますよ。はい。で、こちら395番。これなんだっけ？これだな。395番が、これがウィローってやつですね。これちょっとカーキっぽい色ね。これね。はい。で、次、これだ。これじゃない？これ。507番。507番って言うと私、そんなに使わないけど、まあでも持ってはいるか。ね、たまに使うぐらいかな、私的にはね。507番、チョコレートですね。チョコレート。はい、チョコレート。次。これですよ。これ。これ、ちょっと、あ、引っかかってる。やだわ。ちょっと、カゴがね、ちょっと引っかかりやすいやつなんで。はい。で、こちら、503番。これが、503番は何だっけ？ヘーゼルナッツかな？ 503 番ヘーゼルナッツですね。503番っていう色。なんかちょっと暗くない？みんな色。はい。で、これ254番。私の大好きなムーンロックですね。ムーンロック。で、次が、これですよ。これ。これ。406番。これがね、どっちだ？ 406 番こっちかな。ソフトベージュ。ソフトベージュ。ソフトベージュ。ちょっと、上重ねていく。あ、横に並べていこうか。ね。はい。ソフトベージュ。はい。で、次、これいこうか。ね。これ。526番。これは、526番は、どっちだっけ？ね、どっちがどっちだか分かんなくなっちゃうんだよね、いつもね。526番がアッシュだね。アッシュ。やっぱり私がよく使う。やつですわ。で、次、ここから取って、はい、似たような240。ね、240ってのはこれだろう。ね、240、アメジスト。アメジストっていう色。そして、まあ、あと2個。はい。で、次、これ。113番。これがない ?113 番。はい。デルフィニウムっていうね。これも私も必ず持ってる色だけど。そして、これです。521番。これは、これかな。521番、ディープバイオレット。はい、ディープバイオレット。はい、これ人気色。これ人気色。ちょっと。なんでこんなに偏ってんの？色が。皆さん、ちょっと、偏りすぎじゃありませんか？って私思ったんですが、まあ確かに私が使う、よく使う色でございます。実際。うん。まあ、しょうがないね。だからね。偏っちゃうのはね。まあ、しょうがない。そこで、私、ちょっとあまりにも偏りが激しいため、全然違う色をね、選ぼうかなと思ったんですけど、まあ、これまたね、大変でね。いや、私がね、考えるにはね、やっぱりね、せっかくだから、やっぱり、
ケイト屋さんでお出ししているね、お出しする糸を使って私も何かすればね、じゃあそっくりそのまま同じものを作りたいわっていう方にはいいかなと思ったから、これはこれでいいんですけど、いかんせん私が選べるのが5色しかないわけです。はい、5色しかなくて、でそこの中からまあじゃあこの先どういったものをどういった感じで作っていくかなーって考えた時にですよね、まあ私持ってた方がいいなと思う色を選びました。はい、あった方がいい色を選びました。はい、なのでまあもちろん私の好きな色で常に持ってるやつですけど、一つはこちらですね。これが入ってなかったのがちょっとねあれだったけどびっくりしたけどね、まあいいや。はい、512番、こっちがなんだっけ、ライムかな、これは512番、はい、ライムですね。ライムというこのお色ね、これと同じ系と、この辺とね、うん、同じ系と、そして選んだのがこちら522番って、明るい色が全然ないじゃん、だってね、なんかちょっと明るい色欲しいなと思って、いやーでもピンク系とかよりは黄色の方が使いやすいなと思って、私的にはね、マッキッキーじゃないんですけど、これはプリムローズっていうお色ですね、522番。そしてもう一つ黄色系249番、これがサフランかな、日本語的に言うとね、サフラン、はい、こちらです。そしてあと2色ね、こちらです、私が選んだブルーです。ブルーがだって1個もないからね、やっぱり。なのでまあちょっとこの辺の色と組み合わせて使いやすいブルーを選びました。ブルーもね、いろいろ系統があるんで、どれにしようかすごい迷ったんですけど、結局397番のシアンですね、シアン。それとこっち146番のなんとかブルーっつったやつ、なんつったっけかな、ね、なんて言ったっけかな、このブルーはどこにいる、これか、これやな、146番のビビットブルーっていうね、この色を選ばせていただきました。というわけで、なんかピンクとか赤系が全然ないんだけど、それはねもうこっち偏ってっからね、これが茶色紫系がえらい多すぎるわね。でもね、ちょっと緑ね、あ、まあいいわ、私がの趣味だからしょうがないね、趣味っていうか、これは私が選んだね、みんなが選んだ、だけど結局は私がいつも使ってる色だから、みんながこれを選んだっていうことになるんだと思うんですけど、はい、こんな感じで、50g の方が15色、そして 100g の方がこの3色、ベースの色がね、この3色揃い。というわけで、明日の12月6日、何曜日？水曜日の午後3時から販売開始ということになります。今回は、もう常時販売なので、まあ、まあ、常にこれがね、もう携帯屋さんの方で手に入るっていう形になります。で、まあでもね、定期的にちょこちょこもしかしたら色は変わるかもしれないですね。うん、そういうことがもしかしたらあるかもしれないです。はい。で、それでですね、はい。善は急げということなんですけれども、あれです。はい。恒例のね、あれをまた出していただきました。はい。で、こちらはなんですけれども、うん、あれは、またこれ使用期限がございまして、発売と同時に、72時間有効ですね。なので、6、7、6日から始まりました。7、8、9、9日か。ね。水木金土。9日の14時59分までかな。うん。72時間だそうです。はい。の間、ここに書いてある。この辺に、こうかな。ここら辺に書いてある。ね。これ使ってください。はいはい、コードですね。はい、クーポンコードでございます。はい、でそちら出ますので、まあこれを待ってましたってね、今までちょっと福袋も買い控えていたしね、他のものも買い控えていたけど常時販売するまで待ってましたっていう方は、もうぜひぜひご利用になってください。はい、詳しいことはまたこの動画の一番後ろの方にね、全部ダーッと書いておきますけれども、クーポンは発売同時、そうですね、発売同時と始まりまし、同時で始まりまして、12月6日の、15時から789とね、9日土曜日の14時59分まで有効ということでございます。はい、なのでようやく常時販売が決まりました。これで一安心ですっていう感じですね。はい、いやね、いや本当に難しかった選ぶの5色、うん、何を選ぼうと思って、
でね、まさかねこれが入ってくると思わなかったんでね、うん、でこれとこれかもしくはもうちょっともう少し薄いやつねが緑が来るかなって思ったんだけど、これが来たんでね。でもね、何か作ろうと思った時にやっぱこれがあるとちょっと便利なんだよね。だから私はねこれを選びました。で黄色が薄いの濃いのね、青いのが薄いの濃いのとこれ選んだんだけど、これ見てわかるね、うん、必ず対応するの薄めと濃いめっていう感じのね色 でこの辺はまあいろいろ混ぜてっていうか、なんて言うんだろう、組み合わせでね何とでもなるような感じで、なので2色グラデーションとかできやすい感じの、お色選びといいますか、うん、一応それを目論んでちょっと、買ってるところありますけど、はい。でまあ茶色とかもあるんでうまくこう組み合わせつつなんかちょっとできるかなと思って、今この色を、まあ、全部使うかどうかは別としてこの色を使った何かをやろうかなというふうに考えてます。まあすぐじゃないと思うんですけど、うん、まあそのうちやろうかなと思ってます。はい。なのでここに今ある今度ね、だからケイト屋さんの方で置いていただけるこのカトナの50そして100の色をね、どうやって組み合わせて使っていこうかなっていうのをねちょっとね、うん、私も考えつつこれからちょっといろいろ作っていこうかなと思いますんで、はい、その際にはねまたぜひ皆さんの動画の方ご覧いただいて、興味持っていただけるんであればぜひねそちらの方もね手を出していただいて、はい、作ってみてくださいっていう感じなんですけど、なのでまあ大事なのは明日の午後3時から発売になりますよと、うん、でクーポンコード同時に出ますよって、はい、有効は72時間でございますので、はい、なので皆さんぜひお手に取ってみたいという方がいらっしゃるんであればぜひねちょっと買ってみてください。はい、買ってみてくださいってか使ってみてくださいだね。うん。でそれでまあこの前ね福袋すぐ売り切れちゃったということで、予約開始と同時に今申し込んでいただいた方もなんかいるようなんですけれども、まあ数時間でね完売ということで1日持たなかったんですけど、本当にその際には皆さんありがとうございましたということでね、はい、ケイト屋さんの方も喜んでるかと思います。はい、私も皆さんの手にお手元にねこの刀が届いて嬉しい、はい、嬉しいね。どうせ手に入らない糸でやられてもねなんてね思われるのもねほらねちょっと寂しいじゃない。だからやっぱりちょこっとでもねやっぱり日本でも手に入るよっていう状況にねこれからなっていくっていうのがねちょっと嬉しいですね。そしたら私もあんまり気使わないでね、いろいろできたりするんじゃないのって思ったりもします。ただまあ色がね全色あるわけじゃないのでどうしてもこの色がないわっていう、まあそういうこともねあるかもしれないんだけれども、うん、まあでもねとりあえず同じ毛糸を使って同じコットン糸ね、コットン糸を使って何かを作るっていうことができるようになるので、これからますますね皆さんよろしくお願いしますということでね、はい、一緒にこの糸を使いながらね楽しんで編み物をやっていきましょうということでございます。はい、というわけで今日はねこれだけの宣伝なんですけど、はい、とうとう常時販売始まりますよということでね、年もねもう少しで終わりますよね、あと1ヶ月でございます。はい、いろいろねあれしなきゃこれしなきゃあれ買わなきゃこれ買わなきゃで出費もねかさむつきかと思いますけれどもね、私もあれですわ、誕生日プレゼントでねもうちょっとで誕生日プレゼントとあとクリスマスプレゼントとということでねうちの家人からお小遣いもらいました。はい、お小遣いもらったんで、ネットで今いろいろ探してるところでございますけれども、結局なんか毛糸に消えていくかなっていう感じでございます。はい、あ、昨日ね、そうそう昨日実はねポチッとなしました。はい、なので近いうちにね来週ぐらいかなどっちゃり届くと思いますので、それまたね購入品紹介ね来週できると思いますから、はい、というわけでございます。あ、全然書けないこと言っちゃった、はいはい、というわけでございます。はい、ですのでねケイト屋さんの方でまた皆さんカトナよろしくお願いしますということでございます。はい、というわけでじゃあ本日もねここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。ぜひねこの本当に発色がいいし使いやすいコットン糸だと思いますので常時販売ということでございますから皆さんまあ急ぐ必要はないですけども、まあクーポンコードはちょっと急がなきゃいけないけど、まあでも急ぐ必要はないけれども、おちょっと使ってみようかななんて思った方はケイト屋さんの方でぜひ
お買い求めくださいということでございます。はい、というわけでじゃあ本日はここまで、さよなら。ちゅうかね、いやこれね販売されるの嬉しいよね、嬉しい、だけどさ、なんでこんなみんな同じような色選んでるの私のせいかね、私のせいですね、はい、すいません、すいません、はい、まあでもね、突拍子もない色入れてくんだって思うかもしれないけど、まあ、これうまく組み合わせることできますんで、はい、はい、皆さん楽しんで、いろいろね、ごちゃごちゃ混ぜて色をね、使っていきましょうねっていうことでね、はい、じゃあね、バイバイ。